これか。はい、ここですね。ここでシーサーのね、この絵付けができるということで、はい、ご挨拶していただきました。うん、めっちゃ可愛いやん。ちょっと押し当てて、お水を持ってから使っていきます。あ、後で、ちょんちょんちょんってしといてね。ちょっとパレットがすみません小さいんですけれども、いっぱい使う色、メインのこのね、体の色はここで混ぜて使ってください。で、小さな混ぜ合わせ、こんなね、鼻だけとかであれば、ここで混ぜることもできます。はい、はい。で、細かいところは竹串ありますので、細いところに文字を入れたりですね、細かいところをここで使ってください。ありがとうございました。どう？難しい？そことかうん、なるほど。腰の内側とかね、タイミング塗っておくと乾いた頃に綺麗に歯とか塗れるので、面白い。塗りすぎやそれ。いいね。ここもここもここも。そう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 。うん、お口の周りもお口先塗らないとちゃんと乾かない。乾かない。わあ、緑みたいなの。あ、すごいね。口塗れてるやもん。な、もっと見たほうがいいね。下の下の丸いとこどうする？できました。すごいね、たくちゃん。名前入れよ。名前も入ってるやん。たくちゃんどうですか？難しかったですか？うん、おお、かっこええやん。完成。あ、かわいい。はい、オッケー。はい、ありがとうございました。はい、はい、楽しかった。雨がまた降ってきた。次回おしゃれやんか。これなんか引っ張ってる上から。なあ、引っ張ってんのこれ。出てるんだ。よし。うまっ。めちゃくちゃうまいやんこれ。ちょっともうちょっと。もうさっきの絵の具がついてる。これ絵の具か。よし。うん。うん。うまっ。